どうしても今コロナでね、はい、あれですから、まあそんなに動いてもね、はい、まあ、一応緊急事態宣言出てますので、ね、そうですよね。だけど梅田ね、僕らはまあタクシーやってるから、やっぱり若い人多いですよ、はい。あ、そうですか。やっぱり若い、ね、店もバーゲン打つんで、はい、ね、今3連休でね、はい、結構特価のなんかやってるの多いんですよ。やっぱり来てもらう店もね、はい、昼間は来て、やっぱり来てほしいと、はい、で夜はギュッとしておれない。ただ夜でも結構若い人はね、はい、空いてる居酒屋とか探して、はい、もう24時間やってることも結構あるんですよ。あ、そうなんですか。戸賀町とかね、ちょっと阪急の横筋行くとね、はい、もう遅くまでやってる。あ、そうなんですか。酒もバリバリ提供してる。みんながみんな守ってはる人ばっかりじゃないんで。ああ、そうなん、あ、そうですよね、確かに、うん、みんな守ってないですよね、はい、だからもううまいこと皆さんネットで探して店開いてるからその前まで行ってくれとかよく言われるんですよ、はい、あ、開いてるんですかよ、行ったらちゃんと開いてます。で結構若い人が飲んでますね。で中覗いた見えるんですよ、はい、ガラス。誰もマスクはしてませんよ、もちろん。酒飲むのにマスクしながら飲んでみんな普通にワイワイ喋りながら、はい、タバコも吸ってあるんで。あ、そうなんですか。もう見てて、これ一人、はい、まあデルタ株の人間がおったらね、はい、もう全員感染するな思いを見ててね。そうです。それでもやっぱり人間楽しいんでね、楽しい方に。ただ若い方は、まあ、お客さんもそうですけど、はい、やっぱりこのコロナはね、多分ご、はい、元気な人にとったらもう風邪ぐらいの表情ぐらいしか出ない。はい、難しいとかやけどな、まあ、そういった面でもうまいことやっていかない、やっていかない。だからさっきの話でもなかなかお金落としてもらわれん、落とさせようと思ったらなかなか厳しい。だからいつまでも車検切れのなやつ人を入れてること自体は、おお、そんなもう車検切れのやつなんて来ないと、もうこんなぐーっと落ちるだけ、いくら教えて。新しく入ってきたけどな、やっぱりその年齢がいってるから、だから前頭葉弱いわけ。前頭葉弱いからやっぱりその肩とかさ、まあまあそういう人はもう沈黙して何も喋らんかったらいいんちゃうか。僕はそう思う。だからこそそういった何の面でも仕事の面でもやっぱ信用できないとこっち側としてはやっていけないから、だから信用っていうのが大事だなと思う。まあ信頼できたとしても、ね、仕事の目でやっぱり仕事は仕事でやってもらうと困るから、うん、遊びじゃない、やっぱり仕事は仕事でやってもらわないとその強弱があるやん。仕事に入ったモードと、まあ、そこからちょっと外れてもいいよ。でもそうやっぱり仕事は仕事としてやってもらわないと、なかなかそういうとこはやっぱ難しいとこでもあって、それがなかなか
人員不足とともに改善されたらいいんでしょうけども、なかなかそういうわけにいかんから、まあどこ行ったって同じなんや。いろんな意味合いもってね、頑張っていきましょうということで、いろいろあるとございますが、そういった面ではいいのかなと思っております。